今月1日、長崎市の諏訪神社は、くんち本番さながらの熱気に包まれていました。踊り子たちがつけているのは、獅子役のかつら。長さはおよそ2メートル、重さは3キロ近くあります。暑かでしょ大丈夫です。とは言ったものの、何かけてるんですか？冷やす、冷感スプレー。暑くて。この日の最高気温は31度。稽古が始まる前から汗がにじみます。暑いし、光がいっぱいあるけど、なるべくニコニコ笑顔でね。本番まで1ヶ月ほどありますが、諏訪神社での稽古はこの日が最後です。いじま、頼むぞ。力強い足音とともに姿を見せた2人の獅子役。長い毛を振り回しながら勇壮に舞い踊ります。50% くらいですかね、はい、まだ課題はたくさんありますし、また本番用とまた毛が違いますので、それをいかに回せるかというのも一つの課題かなとは思ってます。もうやはり諏訪神社でのこの踊り場場でのご奉納というのは特別な気持ちがありますので、はい、でもその中でもしっかりとしたご奉納ができるように頑張ってまいります。自分たちも楽しめるような余裕を持てたらなというふうに思います。高前町は戦後奉納を辞退していましたが、1985年、昭和60年に復活し、6回続けて本踊り、写経を奉納します。くんちの本踊りでは珍しく、能の演目を元にしていて、おめでたくも格式高い舞です。舞台は中国の清涼山、文殊菩薩の浄土にかかる橋、写経の前で獅子と胡蝶が牡丹に戯れる様子を描いています。市立図書館や消防局、オフィスが立ち並ぶ高前町。マンションが新たに建設されることはほとんどなく、自治会に加入しているのは以前から暮らす60世帯ほどです。人口が増えず、年々高齢化が進んでいて、くんちの伝統を守るのは並大抵なことではありません。これより6月1日の小屋入りから10月のくんち本番までのすべてにおいて、誰一人欠けることなく万難を排し、無事に大役をお務めいただきますようお願い申し上げます。10年前の前回に続き、振り付けの指導は藤間峰式師匠が務めます。車中の式部会が獅子や蝶の精の踊り子となり、子どもたちの指導や踊りのサポートも担っています。くんち本番まであと1ヶ月。この日は八坂神社での最後の稽古です。お願いいたします。お願いいたします。藤間峰式師匠は日本舞踊の経験がない子どもたちも一人の踊り子として指導します。帰ってしまうまで踊りですよ。まだそんなお耳やら帰っちゃいけません。最初に登場する学の生は、町にゆかりのある4歳から10歳までの9人の子どもたちが務めます。視線は神様がいる長坂の上の方に。客席からはどう見えているのか、所作一つ一つの意味を考えながら動けるようになってきました。楽しい気持ち半分ぐらいできてるって思ってる。
大人の踊り子との共演は町の子どもたちにとって大きな刺激となっています。みんなと一緒に合わせてできることが楽しいです。そんな時によって表情とか動かし方が違うところがすごいと思います。保全町でまた訓示したいなって思う。はい、超をしてみたいと思います。稽古の時に子どもたちを支えている町の人たちは成長する姿に頼もしさを感じています。皆さん町の方 もう本当に喜んで子どもさんたちを応援してます。本番がとても楽しみです。獅子や蝶の精の稽古も大詰めです。この世とは一線を画した神秘的な世界。獅子らしい動きを表現するため重心を落とし目つきや表情にも気を配ります。首だけ振るとまた首を痛めますし全然毛が思うようにいかないので、まあ、師匠もいつもおっしゃるんですけど毛の先を遠くに飛ばすイメージで頑張っております。蝶は蝶らしく獅子は獅子らしくそれが皆様に伝えられていい本能ができたらと思ってます。今回藤間峰式師匠は古典の中にも新たな趣向を取り入れました。そこまで入れられると厳しい。このラインとかあ それでいいですよね。そこいいじゃあこのラインでそれにしましょうか。そうするとこのライン、はい、山場には浄土へと続く橋石橋が姿を現します。また地方に観客がいることを意識してより立体的な舞になるよう工夫を凝らしています。町の人たちが大切にしてきた伝統を受け継ぎ次の世代へとつないでいく一人一人の思いが形となり郷前町の石橋が完成へと近づいていきます。決して世帯数の多いところではないんですけれども一人また一人とたくさん関わってくださっていつもこう声をかけて応援していただけるので、はい、もう町の方々のその期待にも応えられるように一生懸命本番までますます磨きをかけられるように頑張ってまいりたいと思っています。初日の諏訪神社で一番長を務める郷前町10年ぶりに帰ってきた勇壮な獅子と優美な蝶の舞がくんちの幕開けを告げます。